ナムダシャンジョーコンゴー、ナムダシャンジョーコンゴー、ナムダシャンジョーコンゴー。先ほどの続き。金剛般若経知見不生分第31。守護大王、もし人を仏は我見、人見、衆生見、受者見を説いたもうといわば心においていかん。この人な我が諸説の義を下するやいなや。それはなぜかというと、スブティよ、誰かが如来は自我についての見解を説いた。生きているものについての見解、個体についての見解、個人についての見解を如来は説いたとしよう。説いたとしよう。スブティよ、その人は正しく説いたということになるだろうか。イナなりセソンよ、この人な如来の諸説の義を下せざるなり、何をもってのゆえに。世尊は我見、人見、衆生見、受者見な、すなわち我見、人見、衆生見、受者見にあらず、これを我見、人見、衆生見、受者見と名付くと問いたまえばなり。スブティは答えた。主よ、そうではありません。幸ある人よ、そうではありません。その人は正しく問いたことになりません。それはなぜかというと、主よ、如来の説かれた他の自我についての見解は見解ではないと如来が説かれているからです。それだからこそ自我についての見解と言われるのです。守護大王、あの百済山脈三菩提の心を起こさん者は一切の法においてまさに格のごとくに知り、格のごとくに見、格のごとくに信下して放送を生ぜざるべし。守護大王、言うところの放送とは、如来はすなわち放送にあらずと説いたも、これを放送と名付く。死は言われた。スブティよ、実にその通りだ。愚道者の道に進んだ者は全ての事柄を知らなければならないし、見なければならないし、理解しなければならないし、見なければならないし、理解しなければならないのだ。もとい、主は言われた。スブティよ、実にその通りだ。愚道者の道に進んだ者は全ての事柄を知らなければならないし、見なければならないし、理解しなければならない。しかも事柄という思いさえも止まらないように、知らなければならないし、見なければならないし、理解しなければならないのだ。それはなぜかというと、スブティよ、事柄という思い、事柄という思いというのは実は思いではないと如来が説かれたからだ。それだからこそ事柄という思いと言われるのだ。王家非心文第32。守護大王、もし人あり無量阿僧祇の世界に見てる尻尾を持って自由して伏せ線に、もし善男子善女人あり菩提心の起こし、この経を保ちてないし宿の下駄も従事し独受し、人のために演説せばその福は彼に勝れり、いかんが人のために演説せん、相を取らざれば如々にして不動なり。さらにまた、スブーティーよ、実に愚道者、優れた人が計り知れず数えきれないほどの世界を七つの宝で満たして、もろもろの如来尊敬さるべき人、正しく目覚めた人に施したとしよう。また他方では、立派な若者や立派な娘がこの知恵の完成という法門から四行詩一つでも取り上げて記憶し、唱え、理解し、他の人々に詳しく説いて聞かせたとすれば、この方がそのことによって計り知れず数えきれないほどのさらに多くの功徳を積むことになるのだ。それではどのように説いて聞かせるのであろうか。説いて聞かせないようにすればよいのだ。それだからこそ説いて聞かせると言われるのだ。
何をもってのゆえに、一切の憂い方は夢幻あわ影のごとく、露のごとく、また稲妻のごとし、まさに核のごときの感のなすべし。現象界というものは、星や目の影、灯火や幻や露や歌方や夢や電光や雲のよう、そのようなものと見るがよい。仏、この経を説き終わりたまえば、長老守護代及び諸々のビクビクに乳母足奪い、一切世間の天人阿修羅等仏の諸説を聞いて、皆大いに歓喜し、真珠し、奉行せり。死はこのように説かれた。スブーティ・ジョーザは歓喜し、そしてこれらの修行僧や二僧たち、在家の信者や信女たち、またこれらの愚道者たちや神々や人間やアスラやガンダルバたちを含む世界の者どもは、死の説かれたことを称えたという。以上、極楽金剛般若波羅蜜経終わる。切断する者としての金剛石、聖なる尊ぶべき知恵の完成終わる。以上、金剛般若経終わる。ギャテギャテパラギャテガテガテパラガテパラパラガテパラサンガテボディスバーハナムダシェンジョーコンゴナムダシェンジョーコンゴナムダシェンジョーコンゴナムダイミョージンナムダイミョージンナムダイミョージンガンニシクトクギョウイサイカトヨシジョウカイムジョウブツドおやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティウン。また明日ありがとうございます。ごきげんよう。